100万回の愛してる中よりも一度ギュッと抱きしめた方が早いだろうな。俺みたいな恥ずかしがりはこんな伝え方しかできないけど、本気で人を好きになった時にセリフじみた愛の言葉なんていらないさ。俺は何も言わずに抱きしめるから、お前は俺の腕の中で幸せな女になれ。